LFE には私自身も開発初期の段階からその味作りに参加してまいりました。私が思うレクサスの究極とは、本物を知り尽くした人が最後に求める味、ひとたびその味を知ったらその付き合いは一生ものになる、そんな上品で魅力的な味をこの LFA で作り込んでまいりました。同時に LFA の開発で限界まで挑戦するということは、どんなに時代が変わろうとも技術技能を伝承し昇華させていくという車作りの本質に通じるものがあると思っております。 LFCH と合わせ、この2台に代表されるような走る楽しさや時代の先端を行く先進性を備えた車をレクサスはお客様にお届けしてまいります。いかがでしたでしょうか。本日は出展車両を中心に私どもの車作りにかける思いの一部をお話しさせていただきました。なおこの後大月工業からも皆様がワクワクするような車をご提案させていただきますので、どうぞご期待いただきたいと思います。最後になりますが、東京モーターショーにお越しいただいた皆様に、やっぱり車っていいね、また来たいねと思っていただけるよう、そして自動車業界に身を置く私たちが、時には会社という枠を超えてでも協力し合い、お客様にもっと車を好きになっていただけるよう、一層努力してまいりたいと思っております。本日はどうもありがとうございました。ただいまをもちまして、トヨタ、レクサス、プレスブリーフィングを終了とさせていただきます。なおヤマハブースでは LFA のニュルブルクリンク24時間レース参戦車両やプロトタイプのエンジンが展示されております。皆様ぜひこの機会にヤマハブースにもお立ち寄りください。
また現在幕張メッセ内の幕張イベントホールにおいて第1回国際自動車通信技術展を開催しております。トヨタ自動車としても新自動車流通システムスリム、エコドライブサポートサービスエスポなどを出展しておりますので、ぜひともご覧いただきますようお願い申し上げます。This concludes the Toyota Lexus press briefing. At the Yamaha booth, a Lexus LFA that participated in the 24-hour Nürburgring race and a prototype engine are on display. We hope everyone had the opportunity to visit the Yamaha booth and see the Lexus LFA. Also, now at the Bakuhari Messe event hall is the first automotive telecommunication technology Tokyo.At which Toyota is exhibiting the Sales Logistics Integrated Management, SLINK. The Eco Drive Support Service, ESCO, and other technologies. Please take this opportunity to visit the exhibition. Before you leave, please return receivers to the information counter. Thank you.っていきますよ。ホイールナップうまいんです。そのまま車体パンチして。後ろに
失礼いたします。申し訳ございません。失礼いたします。申し訳ございません。失礼いたしました。じゃあ止めちゃってください。全部止めちゃいます、うん。